私も今日から欠かさずに筋トレとかしていたら怪獣が出た時僕はヒーローかもしれない。そんな期待の未来も目の前の世界のこともわかんないことだらけだ。君の玉の中も運命は神様の言う通り、景色ばって決まりきったストーリー。そんなのはまらないよ君の一言、ほら溶け出す今日。